佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第250回11月29日日曜日レース展望こんにちは新興なおきりなですそして今回の解説は競馬専門誌日本一の古賀さんです古賀さんよろしくお願いしますはいお願いします今日はお楽しみの重賞レースでございます本当ですねはいもうそんな季節ですか私たちもこう準備する段階からもう盛り上がってしまっておりました私も楽しみにしています。 いやもう久々久々というかねこの前も重傷ありましたけどね小川さん<う>久しぶりの重傷のね、はい、番組出演ですもんねだから今胸が <laughs> あ間違ったドキがもう胸してます <laughs> 大事なとこ間違っちゃいましたね<ー>予想はしっかりよろしくお願いしますはい、はい、今日もよろしくお願いしますさあそれでは解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです佐賀競馬場では新型コロナウイルス感染拡大防止のため 場内の滞留者数を3000名までに制限しておりますまた場内にある J プレイストスでは原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売しております場内でのレース映像の放映やオッツ情報の提供は行いませんのであらかじめご了承くださいまたご来場されるお客様へのお願いです体調不良時のご来場は自粛をお願いします マスクを着用されない方、または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません。手洗い・手指の消毒にご協力ください。庁内では大声を出さず、人と人との間隔を空けてください。ご来場の際は、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアのインストールにご協力ください。 その他施設の利用方法につきましては場内の張り紙、係員の指示に従っていただきますようよろしくお願いいたします続いて地方競馬のカチュマ投票券の払い戻しに関して12月29日から2月26日に発売したカチュマ投票券は払い戻し有効期限が令和三年1月2日までとなります対象のカチュマ投票券をお持ちの方はお早めに払い戻しをお願いいたします なお12月21日は発売払い戻しを行いませんのであらかじめご了承くださいさあそれでは解説に移ります本日の展望レースはこちら第250回11月29日日曜日の展望は第6レース重症競争の KBC ラジオ杯第3回佐賀オータムスプリントオープンですさあそれでは第6レース佐賀オータムスプリントの出走表です 距離ダート千四百メートル午後六時発送。サラブレット系三歳以上十一頭立てとなっています。それでは、重賞競争は出走馬全頭をご紹介していきます。小賀さん、よろしくお願いいたします。では、まずは一号馬フォークローバー。はい、そうですね。まあ、休み明け今回三戦目ということで、やっぱりこうじわじわとね。コンディションも上げてきてますしね。まあ、前回内容、まあ、そうですね。四着に結果ね、破れてはいるんですけどもね。まあ、勝ち馬とコンマ二秒でしたら。 もうね、展開一つでもし争い参加するところでしたからねうんまあ今回ねやっぱり太田のスプリント状態、まあ、上,上げてる今であればね、まあ、このまま、えー、前回以上のね結果を期待できると思います。2> 2号場追いかけましょう、はいまあ、前回ね、えー、前哨戦2着でしたけどもねうん、まあ、このままもねなかなかこう人気はねしないんですけどもね まあそれでもねきっちりとその人気以上の結果をね残してきますし非常にねこのままコンディションがえいいですからまあ今の調子の良さであればねちょっとうん非常に怖い存在ではありますよね。号コスモはい そうですね。まあ、前回氷からねレースを進めたわけなんですけどもね、まあ、ちょっと最後伸びず6着には敗れてはいるんですけども、うんまあ、ちょっとペースも速かったのかなとい、えー、ったところがありましたんでね、まあ、それ以前なんかはね多い、えー、佐賀で連勝も重ねていて、まあ、時計もね27秒と速いものですからねそれを考えるとやっぱりこのま,まも、えー、変わり目は十分あるのかなと思います。4号第トゥルース。はい うーんまあ、そうですねここ最近やっぱりこう掲示板にも乗れていない現状ですからね差が、まあ、転入してきた時の走りと比べるとやっぱり物足りなさもありますしねうんちょっと内容がね、えー、内容だけにここで変わり目はどうなのかなと思います。5号場クリムズンフラッグ えーまあ、前走発着、まあ、リフレッシュを挟んでの出走ではあったんですけどもね、まあ、着順ほどにそんなに大きく負けてるわけではないんですけどもあちょっと何て言いますかね気象的な短距離なんですけどもあまあこのままの本質的なところでいうとねマイル以上のところに距離適性があるので難しいですよね1400から1600この辺りが、まあ、現状としてはベストなのかなと思います。6号場池の はい、そうですね。ここ3層はやっぱりこう掲示板にも乗れていない。現状まあ、夏場はね。連勝なんかも重ねていたわけですけどもね。やっぱりこう。寒い時期になってきて、うん、まあ、ちょっと腹ツヤなんかもね。ぼさっと見えますからね。この時期はあまり得意とはしないのかなと思います。7号は閣僚はい。うー、まあ、そうですね。前走えの調整を見てもね。非常にこう回復力が早くてね。コンディション良好というふうにも思いますしね。 まあ重傷で連帯したこともある実績のある馬ですからねうんまあ課題を挙げるとすればやっぱりこうスタートがね時あのー、後ろから出遅れたりとかもあるのでスタートを大事に出していけばね首位争い参加できるかなと思います。8号場ペルモントナイト、はい、うんそうですねまあレース内容としてもねあんまりこうピリッとしたところがないんですよね。まあえー 旧サイトを恒例でもありますし、まあ掲示板に、えー、接近できれば上等かなと思います。九号馬ロトビグラスはい。 まあ前回ね、えーまあ、休み明け3戦目でね1着というふうな結果を出してきたわけですけどもね、まあ、ここ3戦が、えー、連続してね花を奪っての、えー、レース内容でもありますし、まあ、前回のパドックもね非常にこう肌ツヤがよくねこうしっとりと寝れた感じで非常にこう内臓面のね働きがいいのかなといった感じがしましたんでねさすがに、えー、ちょっとね相手は上がりますけども、まあ、夏場で、ね、吉野ヶ里記念4着したぐらいの走りですからね まあこの秋、どういった走りをするのか、非常に楽しみであります10号馬、ドラゴンゲート。はい そうですね新の狩り記念三着だった夏場から休み明けで、えー、初戦を、ねえー、しっかりと結果を残してきましたし、まあ、ここに向けて、ねえーまあ、中間なんかも、ねまあ、馬なり主体ではあったんですけども、ねえーまあ前回よりも非常にこう身のこなしというか、えー、そういったところが、ねえー、非常にいい動きで移りましたので、うんまあ、ここはベストのコンディションで来たのかなと思いますね。ね号エリザベスセーラー はい、うんまあスピード能力に関してはねこの馬が最上位なんでしょうけどもね、うん、ちょっと前回がねやっぱり、えー、前に行き過ぎた分なのかちょっとラストがね、えー、一息の内容でありましたし、まあ、その前の急着なんかもねちょっとラスト粘り強さっていうのはね、えー、物足りないところがありましたんでねどちらかというとこう気性が勝ったタイプでもありますから、まあ、短期で行けた方がいいのかなとは思います。はい ありがとうございましたそれでは古賀さんの予想を見てまいりましょうこちらです古、えー、賀さんの予想は本命がドラゴンゲート対抗が閣僚そして黒三角がフォークローバー白三角がコスモアモルということになっていますねさあそして私はですね本命にドラゴンゲート対抗にフォークローバー黒三角を追いかけましょう白三角をロトビグラスとさせていただきました えー、私はちょっと追いかけましょうとロトビグラスを挙げてみたんですけれども、さっきのお話聞いてるとロトビグラス調子が良さそうな雰囲気ですね。いやこの前本当良かったですよ。あ,あそうなんですね。や,やはりこの馬の馬体の調子もいいというところね、もうまたそのある程度こう肉付き良くてね、こうガッチリとした体型でもあるんですけど、はい、それをその見た目以上にね、こう迫力あるね、その気迫があったんで。 これはいいなと思ってたのが前回のその。 印象、イメージですね。そのままのイメージでくれば、ここも非常に面白いんじゃないのかなと思います。いいですね。そして追いかけましょうなんですが、前走二着ということで、ちょっと期待してみたんですが。こちらはどうですか?。いや、確かに青木さんの言う通りだなと思いますね。う <laughs> 本当ですか?。今から印、買いたくもなりますけどもね。<の>確かにそれぐらい追いかけましょうも、非常にいいです。もう皆さんやっぱりしっかりね、はい、調子を整えてきてるわけですからね。ここで気になるところなんですが。はい、えー、そこで買い目も見ていきたいと思います。 まずは古賀さんの解めです、こちらです、お願いします。はいそうですね。まはあ、この2トドラゴンゲートと、えー、閣僚です、ね、やっぱり重傷でそれなりに、ね、実績を残していますし、ね、ほ、まあ、他の多勢力なんかも勢いがあって、ね、非常に怖いところではあるんですけども、はい、もう綺麗にこの1点で当てようと思いいますはい、ありがとうございます。やっぱりこう重傷ってなると、馬もなんかこう気持ち、テンションとか分かったりするもんですか、今日は重傷だぞみたいな。 まああるでしょうね。うん、見た感じ。これは今日は大きいレースなんじゃないかなみたいな気でやってくれるんですかね。うんうん、多分パトックで馬同士相談してるんじゃないですかね。あ、今日どうみたいな感じで。いや、ちょっとわし緊張するんやけど。<laughs> それだったらちょっと面白いです。聞いてみたいですね。うん、聞けたらまたさら<れ>に。聞く耳も持たぬ馬もおるでしょうからね。そうですね。馬の,馬の耳にねむつゆぐらいですね。あんなおそうですね。うまいでしょう。うまいですね。<laughs> えー、では続いて私です。 えー、私は三連複の流しで1、一十、えー、一号馬と十号馬、えー、一号馬がフォークローバー、十号馬がドラゴンゲートを軸に、二七九と流しで。という、こん、感じです。正直も、あの、この。頑張ってます。一生懸命考えました。 いいやいや青木さん、相当うまいなと思いますよ、見つける、そのね、いい馬を見つけるのは正直、フォークローバーに関しては、昔から応援してきている、熱く私は応援してきてますので、この辺で、ちょっとこう,こういった機会にぜひ頑張ってほしいなというところも思っておりますので、応援してます、もうその一言です。はい、<laughs> というわけで、ぜひ皆さん。 参考になればと思いますそれでは続きましてトラックマンのイチオシのコーナーに参ります解説者の皆様に最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています小賀さんの日曜日のイチオシはこちら Q レース2号馬リーダーズということですねこちらは そうですね、はい、まあ前回、まあ、休み明け2戦目ではあったんですけどもね非常に、あのー、雰囲気のいい回収まであ今日勝つなって思って見てたらスタートでですね、まあ、ちょっとゲートでガシャンとーあのゲート落としがありまして、はい、まあちょっとねそれでもう気持ちが終わってしまったのかなと。<ー>うんそれをね 考えるならばやっぱり、ね、記録に残っていないところを、ね、記憶に残して、ねえー、考えないといけないですかねそう考えるともう今回3戦目、まあ、前回よりもね、うん、コンディションはねまたさらに上がってきてるようですからもうこの3戦目そろそろ決めたいですね。そうですねススムーーズななタートを見ていきたいたとそして私このレースでやっぱり気になるのがもう応援してきました大チンハラショーなんですけれどもこちらここ私的にはもう頑張ってほしいなと。 思うところなんですが、ちなみに調子はどうなんですか。ちなみにですか、調子、まあ、絶好調とは言わないでしょう。まあ、それなりにコンディションを整ってますからね。そして、印は集まってます。ロイヤルアフェア。印も集まってますね。これね、このままどうして印が集まっているんでしょうか。 ね、強いいじゃなでまあそうですね、うん、あの、まあ、ちょっと僕はね白三角ぐらいちょっと印を落としたんですよ、ね。すね、というのも、まあ、この馬の性格とかね走り方を考えるとねやっぱりこう1でねあので、ー、う気持ちよくスパッと切れるような馬でもないんである程度こう向こう上面、うん、まあもしくは二ーナー付近あたりからもう早めにスパートしていかないとうん、うん、やっぱりね うん、そんなにその瞬発力で勝負するような馬でもないですからね。その点、うん、スタートがうまく切れれば、リーダーズが期待できるんじゃないかとうん。黄色さもありますから、ね。そうですね。期待していきたいと思います。<laughs> ぜひ皆さん q レースにもご注目ください。さあ、それでは続いては重賞レースレポートです。 11月23日月曜日に実施した第8回カペラ賞は石川慎介騎手騎乗のプリマステラ号が優勝しましまたプリマステラ号は見事3連勝での重勝制覇となりましたあの石川騎手が嬉しそうな表情で笑顔でいらっしゃるところがね本当に私印象的だったんですけれども古賀さんはレースを振り返ってみていかがだったでしょうか。まあそうですね 強いの一言ですよねこれは、まあ、2,000メーターたとしてもおそらくプリマステラが買ってたんだろうと、はいうえー、いうところでもありますしね。はい、石川機種はクラシック強いですよねああ、そうですねいつも表彰台に載ってるような感じしますけどもねこれからも私たちも応援していきたいですね、はい、はい。というわけで改めて関係者の皆様おめでとうございますそれでは続いてのお知らせです 今週末もクリスマス仕様のイルミネーションロマンチックファンタジーが点灯します SNS 映え間違いなしのイルミネーションが午後5時30分からお楽しみいただけますまた11月29日日曜日は光る馬型イルミネーションに乗ることもできますのでこちらもぜひお楽しみくださいさあそしてこちらです12月27日日曜日に実施する日刊スポーツ杯第36回中島記念の出走馬と 第5回佐賀ジョッキーズセレクションの出,走出場機種のファン投票を実施中です今年はウェブ限定でのファン投票とし12月6日日曜日までご投票いただけますご投票いただいた方の中から抽選で佐賀牛ロースステーキなど佐賀の美味しいものも当たるということですね私は今回佐賀ジョッキーズセレクション出場機種の皆さんすごく悩んだんですけどもやっぱり 岩永騎手に投票しようと。そうでしょうね。今言う前に僕もそうと思ってました。うん、あ、やっぱりそうですか。多分青木さんの性格から考えると、もう頭の中でぽンと。したら今、はい、パンと言われました。あ、やっぱそうでしょう。そりゃそうだよなと。やっぱ先日からも、あの、いろいろイベントでもご一緒する機会があって、お話ししてるんですが。あの雰囲気から馬に乗った時のあの気迫。見てると、やっぱりね、応援したいなと思うんですよね。うん、ぜひ小賀さんも、皆さんも投票していただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 それでは以上佐賀競馬パッカル情報局第250回11月29日日曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は12月4日金曜日5日土曜日の展望を3日木曜日の夕暮れ時に配信します来週は金土日の3日間開催となりますのでご注意くださいそれでは来週は木曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら